今日私たちに与えられた聖書の箇所はヨハネによる福音書6章24節から35節、新約聖書の175ページ、新約聖書175ページ、ヨハネによる福音書6章24節から35節です。拝読します。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないことを知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですか？と言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうか？と言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見て、あなたを信じることができるように、どのような印を行ってくださいますか？どのようなことをしてくださいますか？私たちの先祖は、あれのでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。私たちの愛である神と主イエス・キリストから恵みと平安とが私たちの上に豊かにありますように。アーメン。皆さん、メンデルの法則って聞いたことがあるでしょうか？ご存知でしょうか？これ高校生ぐらいで習うらしいんですよね。今だと中学生で習うんじゃないかと言われていますけども、メンデルの法則、僕は全く覚えていませんでした。そんなこと勉強したのかなっていうぐらいのあれなんですけども、インターネットでこの絵本が紹介されてたんですね。こういうグレゴール・メンデル、遠藤を育てた修道士っていう絵本なんですけども、これを読んだんです。メンデルの法則っていうのは19世紀オーストリアの修道士グレゴール・メンデルが発見した遺伝法則なんですよね。遺伝の法則。メンデルの生きていた時代には、なぜある子供にはお父さんの青い目やまっすぐな髪の毛を受け継ぐのに、その一方でその兄弟はお母さんの茶色い目、また巻き毛を受け継ぐのかが説明できる人がいなかった。メンデルは両親から子供が受け継がれるその仕組みにはある規則があるはずだ、普遍的な法則があるだろうと思い、研究材料としてエンドウ豆を用いてですね、そう、メンデルの法則、遺伝の法則を発見したっていうんですね。メンデルは1865年に発見したその遺伝法則を科学雑誌などに発表するんですが、人々には理解されることも
評価されることもなかったそうです。そう、当時は小さなその遺伝子を見つけることのできるような顕微鏡もないですし、またメンデルの発表、その1865年6年前にはダーウィンの種の起源という論文が出されて、世界中が進化論に覆われていた、みんなそっち注目していた、そんな時だったそうです。それでもメンデルは自分の学説を信じ続け、考えを曲げることはなかった。1884年にメンデルさん64歳で神様のもとに召されます。それから16年後、1900年に異なる国の3人の科学者が1865年に発表されたメンデルの論文を見つけ、科学者たちはそれぞれにメンデルの法則を実験で確かめ、ある無名の修道士が時代に先駆けて明らかにした遺伝法則をその科学者たちもしっかりと目の当たりにしたんで、驚きを隠せなかったそうです。メンデルは今では最初の遺伝学者、最初の遺伝学者として認められ、現代世界は遺伝学を用いて病気の予防や医療をしたり、犯罪解決の手がかりとしたり、自然の仕組みを解決する助けになっているわけですよね。そう、修道士メンデルは遺伝の法則を見出した。私たち全ての人には DNA、 遺伝子という緻密なプログラムされた設計図があり、その DNA という設計図、デザインによって私というあなたという人間はここに命あるものとして存在しているんだ。聖書は言います。神が思いを込めて計画と目的を持って私たち人間を命あるものとしてくださったんだよ。神様は私たちの、神様の思い通り、神様のデザイン通り、神様の御心にかなったもの通りにあなたの命を与えた、世界にたった一つのあなた、大切な命の存在なんだって、そう聖書は説明する。この世界にあるもの全ては誰かが望んで存在しているものばかりだと思いません？そう、皆さんが座っているベンチも、この台も、皆さんが着ている服も、このペンも、この時計も、そして皆さんが集うこの教会も、誰かがデザインした、その人が望んだものがここに存在している、それは確かなことじゃないですか。だからここにこうしてある、こうして命あるものとして存在している私たち一人一人は、神様が望んで計画してデザインして与えられたユニークな、素晴らしい、特別な、大切な命なんだということができる。神はあなたという世界に一つだけの命を本当に大切に思っている。あなたの命を祝福したい、応援したい、導きたい、励ましたい、そして救いたいんだ。その神様のこの世界と私たち一人一人に向けられている強い思い、決して失うなんてことのない私たちに向けられている愛、それはイエス・キリストがこの世界に与えられたということではっきりと表されました。イエス様は言います。私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである、そうイエス様はおっしゃる。あなた方に命を与えるために命のパンとしてイエス・キリストが与えられたんだと、そう聖書は言う。命のために、生きるためにです。腹が減っては戦ができるなんていう言葉がありますけども、どんなに力があっても、どんなに富があっても、貯めるものがなければどうにもならないのが事実ですよね。そう、お金があっても、食べるパンがなければ、どんなに札束を加えようが、どんなに金塊を飲み込むようが、何の腹でも足しにもならないし、生きることはできないと思う。突き詰めて考えれば、私たちが生きていく上に本当に欠かせない大切なものはパン、そして糧だと思う。だからイエス様は、我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ、そう祈ろう、そう教えてくれたんだ。そして私たちが糧としていただいているすべてのもの、麦も米も野菜も果物も鳥も豚も魚も、みんな神様はこの世界に備え、
そう、整え、ただね、無償で恵みとして与えてくださったものじゃないですか。食べ物を粗末にするともったいないと言われますよね。皆さんももったいないって口にするかもしれない、食べ物を粗末にした時に。このもったいないという言葉は仏教用語から来てると言われてますよね。もったいないとは、物の本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ嘆く気持ちを表しているという意味があるそうです。もったいないとは、物の本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ嘆く気持ちを表しているんだ。このもったいないの意味を知ったときに、僕はもったいないという言葉は粗末に扱われた食事に対しての言葉であると同時に、私たちの命のために食事となった植物、動物の命を粗末にしている私という人間に対してもったいない、つまり本来あるべき姿ではないんじゃないか、そう言われている意味があるんじゃないかって、そう思ったんです。そして神様が私たちに対して一番もったいないと思っていること、本来あるべき姿がなくなっているのを惜しみ嘆いている、そのことは神を無視し否定し、神なんていらない、知らない、関係ないと背を向け続け生きる姿、そしてまるで自分が神であるかのように振る舞い、本来あるべき姿じゃない、そう、また外れな姿である、命を粗末にし互いの命を傷つけ合い生きていく、そんな人の姿がある。聖書はそのような人の姿を罪なんだって、そう言うんですよね。神はそんなもったいない姿の私たちを見放すことも見限ることも見捨てることもなさらない。どうにかして本来あるべき姿へと立ち返らせよう、立ち戻らせようと私たち呼びかけ、語りかけ、働きかけ続けてくださってる。もったいない、そうですよね。あなたのあるべき姿に立ち戻らせようって、そう神様は強く強く思ってる。だから命のパンであるイエス・キリストを与えてくださった、そう聖書は言う。どうにかしたいから、救いたいから、助けたいから、守りたいからです。前にある小さなパン屋さんを始めた、小さなパン屋さんを始めた人の話をテレビで見ました。パン屋さんは毎日毎日、来る日も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 パンを焼くんですよね。そう、それはパンを手に取り食べる人たちに元気になってもらいたいんだ、喜んでもらいたいんだ、笑顔になってもらいたいんです、そうおっしゃってました。神様だってそうです。どうして命のパンである一人子イエス・キリストをこの世界に与えてくださったのか、その命を差し出してくださったのか、その命を犠牲にしてくださったのか、そのイエス・キリスト、命のパンを通してみんなに励ましたい、勇気づけたい、力づけたい、希望を与えたい、そして与えられた、その神様から与えられたそのかけがえない命をいたわり合い、祝福し合い、命を粗末にするんじゃなくて大切にし合い生きるものであってほしい、それが神様の思い。イエス様はこう言っています。今日の聖書箇所より後の方なんですけども、51節で、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことだ、私の体のことなんだ、世を生かすための、生きてほしいんです、そう、生きてほしい。ここでイエス様が伝えたいことは、つまり主イエスキリストが十字架にかかりご自身の命を犠牲にすることによって、私たちの罪の許しと滅びからの救いを成し遂げられ、主イエスの命が信じるすべてのものに与えられるんだということ、そしてイエス様が約束していた通り十字架の死から三日目に復活することによって、主イエスを信じるすべてのものに復活の命が与えられる、主イエスを信じる者に永遠の命があるからね、その約束、福音の宣言がここに書かれている。命の源である神は私たちの命を思い、
私たちの命を生かすために、救うために命のパンであるイエス・キリストを与えてくださいました。皆さん、ものすごくお腹が減って家に帰った時にテーブルに美味しそうなパンがあったらどうですか？ものすごくお腹が空いていて帰ったらテーブルにパンがあった、嬉しくないですか？ああ嬉しいな。よく見たらそこにメモが添えてあった。そこにはこう書いてある。このパンはあなたの思い、あなたのために作ったパンです。パンがあった、それだけでも嬉しいけども、あなたのために、あなたのために、あなたを思って作ったパンです。その言葉を見た瞬間に喜びだったり嬉しさだったり幸せだったり、それは何倍にも跳ね上がりません？感謝していただきたいなって、そういう気持ちがブワッと膨れ上がるんじゃないかなって、そう思うんです。私たちは、私たちに命を与えてくださり、私たちの命のために無償で恵みとして神が備え整え与えてくださった命のパンであるイエス・キリストをしっかりと自分のものとして受け止めながら感謝していただき、キリストによってでしか味わうことのできない限りない無償の愛、消えることのない希望、ずっとずっと心を温めてくれる平安、私たちはこれからもずっと味わい続けていきたい。そう、そしてキリストによって味わうことのできたそんな大きな愛、喜び、平安をみんなに分かち合っていく、届けていく、伝えていく、そして喜び合い、祝福し合い、賛美し合い生きる私たちでありたいな、そのことを強く思うんです。お祈りします。命の源、私たちのために、私たちが生きるために全てを備え整え与えてくださっている神様、皆を喜びと感謝を持って心から賛美いたします。自分の命も、目の前にある糧も、そしてイエス・キリストの命も、当たり前のように過ごしてしまう自分がいたりします。今日も御言葉を通して、あなたが私たちのために与えてくださった、生きるために、生かすために与えてくださっている恵みなんだ、そのことを届けてくださりありがとうございます。感謝します。感謝の思いを持ってこれからも一日一日を過ごしていきたいと思います。あなたから届けられている恵みと愛を思い起こすために、嬉しい気持ち、そして幸せな気持ちが膨れ上がります。そんな思いを持って一日一日を大切に、あなたから与えられた命を大切に、喜び感謝賛美を持って過ごすことのできる私たちでありますように、そんなふうに互いに喜び合いながら、感謝し合いながら、祝福し合いながら生きる私たちの姿を通して、あなたの思いを届けていくことができますように、キリストを通してでしか味わうことのできない喜び、感動、感激、祝福、恵み、愛を全ての人に分かち合っていくことができますように、私たちを豊かに用いてください。お願いいたします。これからも皆さんと一緒にあなたのからの恵みを味わい続けていきます。皆さん一人一人の信仰生活、教会生活をどうか豊かに祝福し、守り導いてください。これからの私たちの命の日々、私たちのすべて、神様、あなたの愛とその優しい御手にお委ねします。感謝して私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。